マジで思うことがいろいろあったんよ。ごめんね、エペばっかで。最近嬉しい人と嬉しくない人がいるのは知ってます。ですが僕はエペの気分だったんです、ということで。はい。でなんかね、一番思ったのがウィングマンがマジで強い。全部の距離対応できちゃうのがやばかったな。あん時さ、まあ味方に武器渡してさ、ウィングマン近距離も中距離も遠距離も全部強いじゃん。まあ遠距離は強いっていうか戦えるの認識の方が正しいかも。あれガチ強いよな。弾くのもファイトも強いし、あれアタッチメントもそんなにいらんしさ、めっちゃ強いって。ウィングマンめっちゃ強いよ、マジで強い。弾数が90で十分なのもえぐい。ガチで強いなって思ったのと、あとクリプトもめっちゃ強いわ。なんかやっぱクリプトも強い。だってさ、めっちゃ簡単に見れて入れるじゃん中に。その後ちょっときついのもあったけど、でもマジで簡単に中に入れるのやばいよ。あれクリプトナーフした方がいいですよ。クリプトナーフした方がいいです。強すぎますから。ここだっけな。おい、お前らずるいって。危ねえ危ねえ危ねえ。あれ負けた。あっつい、あっ、あっ、体が焼けるように熱い。武器うんちだけどないよりマシか。あっ熱い。どっち行くんだ、おい、どっち行くんだこれ。こっちか、あ、違う、どうやって行く。おい、あの人許すな、あの人許すな、殺せ殺せ殺せ。なかったね。行く場所がなかったんだって。僕だってその場の、僕だって一生懸命さやってたんだって今。ごめんって。え、次本田翼来た。やっぱね、本田翼さんの前でいいとこ見せたいですね。え、本物。いや、嘘でしょ。本物や、本物来た、本物バンガロールや、本物来ちゃった。ガチで本物、本物じゃないよ。本物なわけないやん。人によってはつけるかもしれないけど、本田翼本物はおらんって。本人でつけるのあんまり。僕も名前じゃあクズハ本物とかにしようかな。じゃあ弓でも使うか。俺はアーチャーだ。僕はクインシーだ。
愛が愛を。あむす、これブリーチだっけ。バレルスタビライザーを発見しました。バレルスタビライザー。